坂井福寺は、千葉市若葉区大宮町にある、天台宗の寺院である。三号は、坂尾山。千葉市街から南東へ、約五キロメートルほどの大地城に位置し、かつては、千葉総池田座とに属した。寺殿によると、千葉津明が、千葉城に館を構えた1126年から4年後の1130年、家臣の坂尾五郎寺が旧町、峰村三角山に妙見を奉仕し、 翌1131年5月22日に北斗山金剛十寺並びに大宮権現を建立した。ただし、坂尾五郎寺は平城町に仕えた11世紀の人物という資料もあり、伝承の真偽は不明である。1625年に上野寛永寺末となり、女意山陽福寺と改称した後、1650年に坂尾山栄福寺と改称した。 江戸時代には、島原の乱で戦死した、板倉重政の次男、板倉重直が、屋敷地にしたと伝えられる。坂尾の桜三門を入ると、正面に本堂があり、向かって、右側に、妙見寺蔵堂としだれ桜がある。坂尾の桜として知られる、このしだれ桜は、坂尾朗寺の妻である高枝が、病の治癒を感謝し、追って植えしたという伝説を持つことから、 木桜とも呼ばれ、毎年約3000人もの人が訪れる桜スポットである。境内は館跡で、高さ1メートルほどの土塁と空堀が一部に残っている。隣接する城山城の存在や城下集落を示す宿の生示名が近くにあることから、中世には地域の中心的な館であったと考えられている。千葉県文化財の近藤須賀絞り。 六角一指道路や、資本着色千葉妙県大炎吟絵巻は、当時所有のものであり、千葉市立郷土博物館にて保管されている。ありがとうございます。